マクデブルクの半球実験実験に用いられた。半球マクデブルクの半球は17世紀のドイツでオットー・フォン・ゲイリケが行った大気圧を示す実験である。マクデブルクの半球の呼び名は当時ゲイリケがマクデブルク市長であったことに由来する。マクデブルクの半球は直径約60センチメートルの銅製の半球を合わせて機密にし、 真空ポンプで中の空気を抜いた状態にした上で引き離す実験である。古代イギリシャの自然学では現実世界には真空はないとされ、自然は真空を嫌うと考えられていた。ゲイリー家は真空に興味を持ち、同性の二つの半球を合わせ機密にして空気を抜くと引き離すことが困難になり、空気を半球の内側から注入すると容易に離れることを 実験で示した。当初、ゲーリケは二つの半球が引き合う原因を理解できなかったが、トリチェリの実験から空気に重さがあることが原因になっていることを知った。ゲーリケは、この実験を公開実験で言った。最初のものは1654年5月8日、レーゲンスブルクの帝国議事堂前において行われた。 空気を抜いた二つの半球はなかなか離れなかったが、左右各八頭の馬が双方から引っ張って、ようやく半球を外すことができた。実験に使用された半球は、ミュンヘンのドイツ博物館に展示されている。1970年代に NHK のハテナゲームで再現された。ABCDEF 原田香る。ドイツの切手に現れた科学者、技術者たち夫フォンゲイリケ。 ザ・ケミカル・タイムズ通関192号。2020年3月3日閲覧。魔法実験の秘密。NHK ハテナゲーム ISBN9 兆7840億535977。ありがとうございます。